私は普通は朝4時前後、早い時には1時とか2時、遅い時には5時ぐらいに起床して、ちょっとブログのムービーの公開手続きなどをしてから、まあ1時間ぐらいしたら、今日ですと5時ぐらいから畑に出て見回って、あれこれ作業をするわけですが、当地はこのところずっと雨が降っていないんですよね。それで作物も日当たりがいいところはあまり元気が良くないんです。雨が降らないとあまり日当たりが強烈じゃないところの作物はまあまあ元気なんですね。それで草むしりしたものをマルチングしたりするわけですが、あまり草を引きすぎるとですね、土が乾燥したままになりますよね、雨が降らなければ。ところがほどほどに草を残してあるところはですね、昼夜から明け方までの寒暖差によって草たちがしっとりとするんですね。まあ朝露を含んだりですね。で、その周辺の土は雨が降っていないにもかかわらず、このように濡れてるんですね。湿ってるんですね。まあ草たちが生きてくれているおかげで、周辺の土が湿るわけなんです。それで和歌山県みたいに、例えば8月なんかはほとんど雨が降らないという時のことを想定しますとね、いつ頃草を引いて、いつ頃まあ草を干ばつ対策として残しておくか、草引きのタイミングですね、を考えないといけないんですね。まあ、それは畑一つ一つで状況が違いますから、この畑のこの辺あたりの草は今はむしってもよく、この辺の草はむしらないで残しておく方がいいとか、自分で覚えておかないといけないわけなんですね。草をむちゃくちゃむしり取って裸みたいにしたらですね、雨が降らなかったら私みたいにほとんど冠水なんかしないやり方では畑がカラカラになってしまいますよね。結局作物がよく育つかどうかは日照と、それから雨量あるいは湿度の関係が一番大きいわけですよ。日照りが続いて水が足りなくなれば作物はしおれてきますし、
あまり雨が降りすぎて日照不足になると作物は徒長気味になるだけで、いい収穫を見せてくれませんよね。ですから日照、温度と水分、雨や湿度の関係性のバランスが一番大切だと思うんですよね。それで草をむしってマルチングしたり、あるいはむしらないでおいて湿らせておくとかですね、その辺を畑一つ一つの環境に応じて人為的な灌水などしなくとも、なんとか作物たちがしのぐことができたり、健全に生育することができるような配慮ですね。どこまで手を出すか、あるいは出さないかというような問題ですね。を作物の調子ですね、元気そうにしているか、あるいは水が欲しいのか日照が欲しいのかとか、人間と一緒ですから、満足しているのか、あるいは何か足りなくて求めているのか、そういうようなところを生き物である人間、栽培者が生き物である作物と心で、これは心なんですね、体のレベルじゃなく心で交流しながら共に育つんですね。どのように一緒に自然に健全に育っていけるかという共同生活をしていかないといけないということですね。朝早く畑に出ればですね、日照りの時でも土が湿っている場所と、それから乾燥している場所を見極めるのは簡単です。日中ですとね、もう暑い時節になって、日中に朝露が消えてしまった後にカラカラになったところを見回ったら、水が足りないって灌水設備がある人はおそらく水をどんどんやることになるでしょう。でも私みたいに灌水設備が十分じゃなくて、灌水がままならない環境の場合にはですね、朝早くに見回っておいて、日中にカラカラになったように見えても、また翌日の朝にはこの程度には湿るだろうと、だいたい当てがつきますから、余計な灌水とかしなくて済むわけなんですね。なるべく作物には辛抱してもらって、そうして雨が来たらぐーんと伸びてもらうというのがいいだろうと私は思っているんですね。天然農法家の藤井平先生も、雨が降らなくても作物は必死になって耐えてるんだ、一生懸命頑張って生きてるんだから、その姿を見届けてやらないといけないというような趣旨のお話をされておられました。
陰ではこういう育ち方、そして日当たりがいいところではあのような育ち方をする、それを見極めて人間の生き方にも当てはめてみると、どうしてあの人は達者なんだろうとか、どうしてあの人は具合悪そうにしてるんだろうとか、まあ見えてくると思うんですよ。作物との対比じゃなくてもそういうことはわからないといけないんですが、生き物は全て同じ原理で生きている、生命活動をしたり休んだりしなければいけないようになっているということなんですね。朝早く畑に出てきますと、スズメその他の小鳥がですね、どのようなところに止まって種子をつついたりチュンチュン鳴いたりしているかよくわかるんですね。お昼頃ではそういうのを観察できるチャンスが少ないんですね。永田の方の永田照吉先生も、植物が一番大きく動くのは日の出前頃であるというようなことを言っておられましたね。植物たちは、まあ一般の人間には分からなくても、もうすぐ日照を浴びられるというのをお日様が出てくる前から予知できるんですね。本能的にわかるわけですね。だからなるべく農業をやるならば早寝早起きで、日の出前後の植物の反応をよく見るということが栽培上のコツにもなるんだろうと思うんですね。